はい、こんにちは、まえチャンネルまえはらです。今日はこちらですね、うん、手裏剣戦隊忍者ギター忍劇スターソードガンです。はい、こちらは、スター忍者の専用の武器でございますね、うん、ギターだけど剣でもあるですね、うん、1つ2役の武器ですね、優秀な武器ですね、うん、あとこれにはですね、こちらの風雷忍手裏剣がついてるみたいです、うん、では早速開けてみましょうか。うん、よいしょよいしょ、うん、おーい、うん、またこの忍忍道場入ってましたね、うん、まだ一度もやってない実は。では取り出してみてください、うん、忍手裏剣か、はい、風雷忍手裏剣とスターソードガンも取っちゃってください。はい、はい、よし、おお、おお、でかいけど短い。でかいけど短い。忍者一番刀と比べてみると、あ、ほぼ一緒かな、うん、あ、ちょっと短い。短い、うわ、ほら、うん、一緒だと思うけど短い、ちょっと短いね、うん、はい、風雷忍手裏剣取り出してください、はい、よいしょ。はい、こちらが風雷忍手裏剣ですね、うん、今雷になってるでしょ、これをフリップアップするのかな、うん、フリップアップすると風になるね。風、なるほど、うん、いつもの通りブレードが軟質だね、うん、でまたずらして外せるのかな、これ外せないっぽいね、うん、ボタンがないから。そうなんだ、うん、ただここにさ、ちゃんとあれがあるからさ、うん、一応手裏剣人とかバイソンキングにはめられそうな気もするけど、お顔がないね今回ね、うんうん、じゃあちょっと全体体とって音声聞いてみましょうか。はい、じゃあ行きます、はい。おお、あー、これしかなりませんか、まだ。じゃあ、え、雷マジック、あ、ここフリップすると音がもう変わるんだ。うん、同じか、うん、ちょっと違うか。じゃあ回すよ、うん、おお、すごいじゃん。はい、そしてこちらがスターソードガンですね、うん、こちらがアタックボタンだって、うん、でこれが剣用のトリガー、うん、これが銃用のトリガーだって、うん、こんな風に持つんだねきっとね、うん、こっちは剣の時はこう持つんだ、うん、はい、ここに忍手裏剣がサジとされるようになってて、こんな感じ。これこうか、もしかしてこうだね、うん、これギターな感じになってる、ね、そうだね、ギターみたいになってるね、うん、こんな感じ、だからこうか、うん、こうだね、はいはい、うん、そして裏が、忍者一番刀と同じで、ここの部分がこれ忍手裏剣外すためのつまみだね、うん、そしてこれが電源ボタンです、うん、でここに電池入れるのかな、そうだね、単4電池2本で稼働しますね、はい、では早速電池入れて遊んでみましょうか、うん、はい、それではですね、電池を入れてみましたので電源オンにしてみましょうか。いい進行お願いします。はい、チュミーンだけだね、うん、忍者一番刀と一緒だ、はい、この時点でちょっと剣のトリガー引いてみようか、うん、おお、うん、いいね、うん、忍者一番刀よりもいい音する、うん、じゃあこっと銃の方の鳥が、うん、おお、この最後の音がいいじゃん、うん、ほら、ドゥーンってね、ギター弾いてるんだ、そうそうそう、その音。じゃあここにですね、風雷忍手裏剣セットしてみましょうか、うん、風の術で、はい、あら、なない、セットした時音なんないんだね、うん、じゃあまずはこのアタックボタン、これを押して、これで忍手裏剣を回転、うん、でここを引く、忍者スラッシュ、おお、今回いいね、うん、何がいいかっていうと音がちっちゃい、うん、じゃあ風の術、雷マジック、雷だね、はい、雷、じゃあまたアタックから、なるほどね、うん、はい、雷の術の時は銃だね、うん、で、風の術の時は剣ですね、うん、はい、そんな風な、あ、ごめん、押しちゃった今はい、それではエイシン君が持っているスターソードガン、そしてパパが持っている忍者一番刀、うん、これで対決するか、あ
グーだよ。うわぁ、なかなかやるかねえか。あっ、ひどい、ひどい、ひどい、くそ、なんで、なんでこれがなる。はい、ということで今回は手裏剣戦隊忍忍者のギター忍劇スターソードガンでした。